はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズの2006年オフを取り上げていこうかなと思っております。こちらは以前挙げたギリック GM の動画で出てきたものとほぼ同じ表になりますが、マリナーズはギリック GM の下で球団史上最高の4年間を送り、MLB 大記録となった2001年の116勝を含め、4年間で勝率6割6人と黄金時代を送った一方で、 この後の GM の元では一転して暗黒時代を過ごすこととなりました。ギリック GM の後を継いだのがかの有名なビルバベシ GM であることはもはや説明不要な気もしますが、ギリック GM 時代と比較しても2004年2005年と2年連続90倍以上、最後の2008年に至っては球団史上初となるシーズン100倍を喫するなど、マリナーズとしてもかなり苦しい時代でしたね。 ただこちら見ていただきたいんですが、2006年から2007年にかけてマリナーズは前年比プラス10勝、2007年はシーズン88勝と、プレイオフこそ出られなかったものの、バベシー GM の下でコンテンダーとしてシーズン最後まで戦った年が実はあったんですよね。MLB で勝率5割そこそこのところから、前年比プラス10勝はチーム作りを結構頑張ったと言える部類の功績だと思います。 既存戦力のの活躍も大きかかかったですがこ2006 2007年から200年らにかけてはバベシ GM 比ではうまく立ち回った奇跡とも呼べるオフを過ごしたのかなと思っていまして今回はバベシ GM 奇跡の2006年オフの補強とその成果を時系列順に振り返っていこうかなと思います はい、まずは11月16日のジェイミー・バークとのマイナー契約ですね。バークはキャリアの大半がマイナー暮らしの、いわゆる苦労人のキャッチャーで、マリナーズに来た時点ですでに35歳のベテラン選手でしたが、そんな選手をマリナーズは早い段階でマイナー契約で確保。どちらかといえばキャッチャーのデプス要因としての獲得だったと思いますが、このバークがスプリングトレーニングで予想外にいい活躍を見せ、城島選手の控えキャッチャーとしてプロ入り15年目にして初めての開幕ロースタイル控えなので頻繁に試合に出ることはなかったものの、 50試合と限られた出場機会の中で打率3割1厘と好成績を残し、機械キャッチャーとしては文句なしの活躍を残してくれた選手でしたね。またこの当時のマリナーズは投手陣にかなり課題を抱えていて、チーム全体での防御率もお世辞にはいいとは言い難い水準でしたが、バークの保守防御率は3.83と、投手陣とのコンビネーションも良かった記憶があります。 保守防御率自体あまり信頼できる指標ではないものの、バークを押す人の中には、この保守防御率の良さを評価する声もそれなりにあった覚えがありますね。キャッチャーで打てる選手を見つけるのは至難の技ですが、マイナー契約で掘り出し物を早速引き当てたのが、このバークとの契約でした。続いて12月4日のホセ議員との1年契約。これはバベシ史上屈指の名補強でしたよね。 前年2006年までナショナルズでプレーしていたギーエンでしたが、肘の大怪我で69試合の出場にとどまり FA となったところで、バウンスバックに期待したマリナーズが1年契約で獲得。見事チームの思惑通り復活を果たしたギーエンは、2007年1年を通して大きな怪我なく戦い抜き、153試合で打率2割9分、ホームラン23本、そして99打点。 右出した地獄の征服フフィールドを本拠地としながら、フリースインガーがずらりと並んだ当時のマリナーズ打線の中軸として立派な成績を並べ、88勝のまさに原動力とも言える存在でした。あの年はギエンが来たことで一郎選手をセンターに回すことができ、チーム全体の守備力は多少犠牲になったものの、打線全体の厚みが本当に増した印象がありますよね。まあ、これだけ活躍したギエンとの再契約にその後失敗するあたりは、実にバベシー GM らしさが現れているんですが、まあ、それは今は置いときましょう。 銀員獲得3日後の12月7日、マリナーズは投手陣の補強にも動きます。ブレーブスから先発投手ホラシオ・ラミレスを獲得。先ほどの銀員獲得がバベシ史上屈指の名補強だとすれば、こちらはバベシ史上ワーストに近い補強でしたね。 ラミレス獲得にマリナーズは未来のクローザー候補、ラファエル・ソリアーノを差し出したんですが、未だにとりあえず先発が欲しかった程度しか、このトレードの意図がわかりません。それくらい理解不能なトレードで、当時せいぜいリーグ平均程度の先発だったラミレスになぜソリアーノを出したのか、うーん、やはりわからない。 マリナーズでローテーションに入ったラミレスは、投手有利な環境ながら20先発で防御率7.16、ウィンザーボリープレイスメントマイナス1.4と、ブレイブス時代よりも成績が悪化してしまい、たった1年で退団。他方ブレイブス移籍をきっかけにソリアーノ MLB 屈指のリリーフピッチャーへと成長を遂げ、2010年のレイズ時代には西ブ王にも輝きました。バーク、ギーエンと結果的に良い,い補強が続いた後に、この特大の大失敗トレードをぶちかましてくるあたりはさすがですが、まあこれくらいこの GM 時代ではよくあることです。 マリナーズの投資補強は続きます。12月14日、ミゲル・バティスタと3年総額2500万ドルで契約。2007年、バティスタにとって36歳のシーズンからの3年契約はなかなかアグレッシブな契約のようにも思いますが、ロイヤルズもほぼ同規模の契約を提示していたようで、バティスタ獲得にはこれくらいの契約は必要だったんでしょう。 バティスタの3年契約自体は失敗な気はしますが、ただ2007年シーズンだけに限ればバティスタはいい活躍を見せてくれたと思います。32試合に先発し、防御率4.29、FIP も4.52と、ものすごくズバ抜けた成績は残していませんが、チーム最多となる16勝、クオリティスタートも18回と試合はきっちり作ってくれた印象で、ウォッシュバーン、ヘルナンデスと共に1年通して3本柱として働いてくれました。2007年のマリナーズは先発4番手以降が壊滅的だったので、バティスタいなかったら88勝、 は絶対できなかったと思いますしこの年に限ればバティスタの存在はありがたかったかなとまあ、翌年逆噴射してウィンザーボリプレイスメントマイナス2.0と2007年の活躍を帳消しにしてしまうんですがこれもよくある話ですえっないバベシジームの積極果敢な補強はまだまだ続きますナショナルズからトレードで好打者ホセビドロを獲得銀円とともに2007年の打線を支えてくれた選手でしたよね ファーストや DH タイプとしては超打力に欠けるものの、アベレージをしっかり残せるタイプの選手で、2007年は初めてのエールながら打率3割1分4人の好成績。またフリースインガー揃いのマリナーズ打線の中では比較的ボールをしっかり見極めることのできる選手だったのも、打線にいいアクセントを加えてくれました。うまくはないものの、ファーストやセカンド1を守れた点も、編成に柔軟性を与えてくれましたし、DN 獲得とともにバベシ GM がマリナーズで行った中でも、まずまずの部類の補強だったと言えそうかなと。 ま、翌年打率が8分も下落してしまい、その後 MLB でプレイすることも残念ながらなかったんですが、突然の成績下落もよくある話ですよね。仕方ない。2007年にチームの2番として活躍した姿は忘れません。 はい、そして補強の締めくくりは年も明けスプリングトレーニングを近いような1月30日、先発投手ジェフ・ウィーバーと1年契約を結びました。すでにラミレス、バティスタと2人先発補強している状況でしたが、手を緩めずに3人目の補強、しかも実績のあるウィーバーを連れてきました。 前年2006年の開幕はエンゼルスで迎えるも、成績が振るわず弟のジェレッドの MLB 昇格と入れ替わりで DFA されてしまうも、カージナルス移籍後特にポストシーズンで存在感を発揮し参照、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した選手でしたよね。マリナーズ移籍後は開幕6000発で防御率14.3人と、脱参進率であることを願いたくもなるようなひどい投球内容で故障者リストに入ってしまいますが、復帰後は調子を取り戻します。 以降14先発では2カンを含む防御率3.38とまずまずの内容で、この間チームも急勝。その後また投球内容も悪化し、最終的なシーズン成績も防御率6.20と、年俸にはお,およそ見合わない成績に終わったんですが、なんか数字ほど悪い印象が個人的にない不思議なピッチャーなんですよね。いろんなフォームを操ってバッターをかわす投球術は、なぜか見ている私にとっても魅力的に映りました。 ということで、まあ、ラミレスのトレードが特大の外れ、ウィーバー獲得もシーズン通して見れば良くはなかったものの、それ以外の補強は2007年シーズンに限れば成功で、今思えば半分以上が当たりという奇跡のオフでした。2006年から10勝プラスできたのも、新戦力の働きが大きかった部分もあったと思いますし、バベシー GM のマリナーズ時代トータルで見れば、めちゃくちゃうまくいったオフだったのかなと。 最も2007年にチームが88勝し、バベシー GM が GM として生き残った結果、あの今まわしきベダードのトレードやシルバとの大型契約を招いてしまった側面もあり、チームの未来に悪影響を与えてしまったのも否定はできないんですがね。2007年からちょうど15年、くしくもマリナーズは同じくコンテンダーとして今季シーズン迎えますが、この年果たせなかったプレイオフ進出、そろそろ叶えてほしいところです。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。